上中友好を新たな高い段階へと推し進めた歴史的な出来事。敬愛する最高指導者金正恩委員長が中華人民共和国を非公式訪問しました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の労働党と国家軍隊の最高指導者金正恩同志が、中国共産党中央委員会総書記で中華人民共和国主席、中央軍事委員会主席である習近平同志の招きにより、主計107年2018年3月25日から28日まで中華人民共和国を非公式訪問しました。金正恩委員長とともに夫人のリー・ソルチュ女士が同行し、朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のケイ・リョンヘ党中央委員会副委員長と、朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会パク・クァンホ、リ・スヨン、キム・ヨンチョルの各副委員長、朝鮮労働党中央委員会政治局委員のリ・ヨンホ外相、朝鮮労働党中央委員会チョ・ヨンウォン、キム・ソンナム、キム・ビョンホの各副部長、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会の人たちが随行しました。金正恩委員長が乗った特別列車が中華人民共和国の国境都市丹東に到着すると、中国共産党中央委員会総統対外連絡部長、遼寧省党委員会陳秋発書記、中国鉄道総会社陸東副総社長、中華人民共和国李春軍中朝特命全権大使、遼寧朝党委員会常務委員の劉漢金秘書長、台東市党委員会郭海洋書記が駅に出迎えました。金正恩委員長と李ソルチュ女子に女性たちが神々しい花束を捧げました。金正恩委員長は、総統対外連絡部長一行が千里の道を通しとせずに首都から遠く離れた国境都市にまで出迎えてくれたことに謝意を表しました。総統対外連絡部長は習近平主席の委任によって北京から来たとし、尊敬する金正恩委員長とリー・ソルチュ女子の中国訪問を熱烈に歓迎すると述べました。金正恩委員長は26日、中華人民共和国の首都北京に到着しました。中国共産党中央委員会政治局常務委員会委員の党中央委員会書記局王古明書記と、中国共産党中央委員会政治局委員で書記局書記の鄭雪祥党中央委員会弁公庁主任、中国共産党中央委員会総統対外連絡部長、中国鉄道総会社陸東副総社長、中華人民共和国李春軍中朝特命全権大使が出迎えました。歓迎曲が鳴り響く中、金正恩委員長が李ソルチュ女子と共に列車から降りると、女性たちがかぐわしい花束を捧げました。金正恩委員長は出迎えた中国の党と政府の幹部たちと温かい挨拶を交わしました。金正恩委員長とリー・ソルチュ女子が乗った車の行列は21台のオートバイに護衛されて常務大迎賓館に向かいました。金正恩委員長が宿舎に着くと、女性の従業員たちが花束を捧げ熱烈に歓迎しました。金正恩委員長の歴史的な中国訪問を歓迎する儀式が人民大会堂で盛大に挙行されました。金正恩委員長と習近平主席との会談が行われました。会談の後、金正恩委員長に習近平主席と法令園女子が誠意を込めて用意した贈り物を贈りました。金正恩委員長はこれに謝意を表しました。金正恩委員長の中国訪問を熱烈に歓迎して、習近平主席が人民大会堂で盛大な宴会を催しました。金正恩委員長は27日、中国科学院が中国共産党第18回大会以後に収めた革新的な成果を見せる展示場を訪れました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で
朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のチェ・リョンヘ党中央委員会副委員長と、党中央委員会パク・クァンホ、リー・スヨン、キム・ヨンチョルの各副委員長、リー・ヨンホ外相をはじめ随員が同行しました。中国共産党中央委員会政治局常務委員会委員の党中央委員会書記局王古寧書記、中国共産党中央委員会政治局委員で書記局書記の党中央委員会弁公庁丁薛祥主任、中国共産党中央委員会政治局委員の北京市党委員会蔡奇書記、中国共産党中央委員会総統対外連絡部長が同行しました。金正恩委員長は核物理、宇宙空間、農業、エネルギーなどの自然科学技術分野で収めた成果についての解説を聞いて、展示されたものを見ました。金正恩委員長は展示場を訪れたことを記念して、偉大な隣邦である中国の強大さがわかる、中国共産党の賢明な指導のもと、より立派な科学の成果を達成するだろう、金正恩、2018年3月27日という直筆を残しました。この日、金正恩委員長とリ・ソルジュ女子は朝陽台迎賓館の妖言祭で、習近平主席と鳳麗園女子が催した昼食会に招かれました。昼食会の後、金正恩委員長は習近平主席と別れの挨拶を交わしました。一方、随員たちは世界の文化財の一つである天壇公園を見ました。金正恩委員長は27日の午後、中華人民共和国に対する非公式訪問を成功裏に終えて北京を立ちました。金正恩委員長を北京駅で、中国共産党中央委員会政治局常務委員会委員の党中央委員会書記局王古寧書記、中国共産党中央委員会政治局委員で書記局書記の党中央委員会弁公庁丁薛祥主任、中国共産党中央委員会総統対外連絡部長が歓送しました。金正恩委員長、中国共産党中央委員会総統対外連絡部長、中国鉄道総会社陸東副総社長、中華人民共和国李新軍中朝特命全権大使が丹東駅まで同行して見送りました。金正恩委員長は丹東駅を立つ際、訪問期間、温かい同志の友誼と友好の情を込めて、最大の誠意を尽くして熱く歓待してくれた習近平主席に感謝の伝言を送りました。中華人民共和国を非公式訪問する朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の敬愛する最高指導者金正恩同志と夫人のリー・ソルチュ女子を歓迎する儀式が3月26日人民大会堂で盛大に執り行われました。金正恩委員長がリー・ソルチュ女子と共に人民大会堂に到着するや、中国共産党中央委員会総書記で中華人民共和国主席、中央軍事委員会主席の習近平同志と鳳麗園女子が熱く迎えました。金正恩委員長は習近平主席と固い握手を交わしました。習近平主席は、敬愛する最高指導者金正恩委員長が初の外国訪問として中国を訪問したことを熱烈に歓迎しました。金正恩委員長は、習近平主席がこの度の訪問に細やかな関心を払い、熱く歓待していることに深い謝意を表しました。金正恩委員長とリー・ソルチュ女子は習近平主席と鳳麗園女子と共に記念写真を撮りました。金正恩委員長は北大庁に入り、中国の党と政府の幹部と一人一人握手を交わし挨拶をしました。金正恩委員長と習近平主席が壇上に上がると、共和国の国歌と中国の国歌が奏でられました。金正恩委員長に中国人民解放軍、陸軍、海軍、空軍の儀仗兵の隊長が出迎えの挨拶をしました。金正恩委員長は習近平主席に案内されて、
中国人民解放軍、陸軍、海軍、空軍の儀仗兵を採取しました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の敬愛する最高指導者金正恩同志と、中国共産党中央委員会総書記で中華人民共和国主席、中央軍事委員会主席である習近平同志との会談が26日人民大会堂で行われました。朝中両党両国の最高指導者は、朝中友好関係の発展と朝鮮半島の情勢管理をはじめ懸案について意見を交わしました。金正恩委員長は、習近平総書記と意味深い初対面をしたことを嬉しく思うと述べました。金正恩委員長は、両国の老世代の指導者たちがもたらし強化し発展させてきた朝中友好の尊い伝統を引き継いで、発展する時代にふさわしく新たな高い段階へと引き上げようとするのは、朝鮮労働党と朝鮮の政府の確固たる決心だと述べました。そして習近平総書記をはじめ中国の同志たちにたびたび会って友誼を一層厚くし、戦略的な意思の疎通、戦略戦術的共闘を強化して朝中両国の団結と協力を強固にしていかなければならないと述べました。金正恩委員長は、習近平総書記を核心とする中国共産党の正しい指導のもと、中国人民が新時代の社会主義現代化強国建設偉業と中華民族の偉大な繁栄という中国の夢を実現するための戦いで輝かしい成果を収めるものと期待しました。習近平総書記は、金正恩委員長が初の外国訪問として中国を訪れたことを熱烈に歓迎しました。そして老世代の指導者たちが共同の理想と信念、熱い革命的友誼を持って社会主義業の勝利の前進に寄与する過程にもたらし、真心を込めて築いてきた中朝友好を重視し、絶えず継承し発展させていくのは、中国共産党と中国政府の戦略的選択肢であり、揺るぎない意思だと強調しました。また最近朝鮮半島の情勢で肯定的変化が現れているのは、金正恩委員長の戦略的決断と朝鮮労働党と朝鮮の政府が傾けてきた努力の実りだと述べました。習近平総書記は、金正恩委員長の指導のもとに朝鮮労働党が朝鮮人民を導いて社会主義の道に沿って絶え間なく前進し、経済を発展させ、人民生活を改善するための活動で新たな成果を収めるものと確信しました。金正恩委員長は、党と政府の名義で習近平主席が便利な時期に朝鮮民主主義人民共和国を公式訪問することを招請し、招請は快く受諾されました。会談には朝鮮側から朝鮮労働党中央委員会政治局委員のリースヨン・キムヨンチョル両党中央委員会副委員長と、朝鮮労働党中央委員会政治局委員のリーヨンホ外相が参加しました。中国側からは、中国共産党中央委員会政治局常務委員会委員の王虎寧党中央委員会書記局書記と、中国共産党中央委員会政治局委員で書記局書記の丁薛祥党中央委員会弁公庁主任、中国共産党中央委員会政治局委員で書記局書記の王昆寧宣伝部長、中国共産党中央委員会楊潔チ政治局委員、国務委員の王毅外相、中国共産党中央委員会総統対外連絡部長が参加しました。朝鮮労働党委員長で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の敬愛する最高指導者金正恩同志の中国訪問を歓迎して、中国共産党中央委員会総書記で中華人民共和国主席、中央軍事委員会主席である習近平同志が26日人民大会堂で盛大な宴会を催しました。金正恩委員長と夫人のリー・ソルチュ女子が習近平主席と鳳麗園女子に案内されて宴会場の金色隊長に姿を現しました。
宴会参加者皆は両党両国の最高指導者を熱烈に歓迎しました。宴会に先立って参加者は長州友好の根源をもたらし発展させてきた両党両国の指導者の活動を見せる記録映画を見ました。偉大な金日成主席、偉大な金正恩総書記と毛沢東、周恩来、鄧小平、江沢民、胡錦涛、習近平の各同志をはじめ同世代の指導者の生涯を見せるシーンは参加者に感銘を与えました。宴会では習近平主席が祝賀演説を、金正恩委員長が党礼演説を行いました。宴会は終始同志的で兄弟的な和気あいあいとしたムードの中行われました。宴会では金正恩委員長の中国訪問を歓迎して中国の芸術家が特別に準備した芸術公演がありました。金正恩委員長とリー・ソルチュ女子は素晴らしい公演を披露し歓待の意を表した出演者たちに花冠を伝え、習近平主席、高齢園女子と共に舞台に上がって出演者たちと共に記念写真を撮りました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のチェ・リョンヘ党中央委員会副委員長と朝鮮労働党中央委員会政治局委員の党中央委員会パク・クァンホ、リー・スヨン、キム・ヨンチョルの各副委員長、朝鮮労働党中央委員会政治局委員のリー・ヨンホ外相をはじめ随行の幹部と随員が宴会に招かれました。またチー・ジェリョン中国駐在朝鮮特命全権大使と大使館員が招かれました。中国共産党中央委員会政治局常務委員会委員の中華人民共和国国務委員李克強総理、党中央委員会書記局の大庫根書記と中華人民共和国王岐山副主席、中国共産党中央委員会政治局委員で書記局書記の党中央委員会弁公庁丁薛祥主任、中国共産党中央委員会政治局楊潔チ委員、中国共産党中央委員会政治局委員の中央政法委員会郭政坤書記、中国共産党中央委員会政治局委員で書記局書記の王坤明宣伝部長、中国共産党中央委員会政治局委員の北京市党委員会蔡奇書記、国務委員の王毅外相、中国共産党中央委員会総統対外連絡部長をはじめ中国の党と政府の幹部がこれに参加しました。敬愛する最高指導者金正恩委員長と夫人のリー・ソルチュ女子が27日習近平主席と夫人の法令園女子が朝鮮大迎賓館の陽明祭で催した昼食会に招かれました。金正恩委員長がリー・ソルチュ女子と共に陽明祭に到着すると習近平主席と鳳麗園女子が温かく出迎えました。清の寛流皇帝の離宮として1773年に建てられた古い文化遺跡である陽明祭はかつて偉大な金日成主席が中国の先代の指導者たちと友好の情を温めた由緒深いところです。金正恩委員長はリー・ソルチュ女子と共に習近平主席、鳳麗園女子と温かい挨拶を交わし対面を記念して写真を撮りました。金正恩委員長は家庭的な雰囲気の特別な昼食会を催して招待してくれたことに謝意を表し習近平主席と意味ある談話を交わしました。朝中両党両国の最高指導者たちは談話でいろいろな多くの問題についての自分の見解と意見を胸襟を開いて述べ合い友愛を厚くしました。続いて習近平主席と鳳麗園女子は金正恩委員長とリー・ソルチュ女子に中国の茶文化について紹介し昼食会場に案内しました。金正恩委員長とリー・ソルチュ女子、習近平主席と鳳麗園女子が同席した昼食会場は
終始和気あいあいとして血縁の情が満ち溢れました。同じ日、金正恩委員長とリ・ソルチュ女子は習近平主席と彭麗媛女子に誠意を込めて用意した贈り物を残しました。金正恩委員長は昼食会の後、習近平主席に訪問期間温かく歓待してくれたことに改めて感謝の意を表し、別れの挨拶を交わしました。敬愛する最高指導者金正恩委員長が、習近平主席が人民大会堂で盛大に催した宴会で演説しました。金正恩委員長は演説で、朝鮮半島の新たな情勢の中で偉大な長中友好の長い歴史的伝統と革命的信念を変わることなく守り、朝中両国の関係を断を継いで立派に継承し発展させていく一年を抱いて、中華人民共和国を電撃的に訪問した。党と国家活動を導く多忙の中でも時間を割いて、実の兄弟のように温かく熱烈に歓待してくれる尊敬する習近平総書記と彭麗媛女子に心からの謝意を表する。今回我々の訪問定義を快く受諾し、短期間の訪問が成功裏に行われるようにするために傾けた習近平総書記と中国の党国家の指導幹部たちの真心と至れり尽くせりの配慮に深く感動し、それについてとてもありがたく思っている。中国共産党第19回大会が盛大に行われたのに続いて、2つの会議が成功裏に終わり、習近平総書記が中華人民共和国主席、中華人民共和国中央軍事委員会主席に選出されたことを熱烈に祝う。初の外国訪問先が中国の首都に決められたのはあまりにも当然のことで、これは朝中友好を断を継いで生命のように大事にし継いでいかなければならない私の崇高な義務でもある。長きにわたる期間、共同の闘争で互いに血と生命を捧げて緊密に支持し協力してきた朝鮮人民と中国人民は、実生活を通じて自分たちの運命が互いに分離されてはならないということを体験した。また川一つを挟んでつながっている兄弟の隣国である両国にとって、地域の平和的環境と安定がどんなに大事であり、それを獲得して守っていくのがどんなに高価なものであるかをはっきり刻みつけている。習近平総書記と朝中友好関係の発展と差し迫った朝鮮半島の情勢管理をはじめ、懸案についての深みのある意見を交わした。そして朝中両国の社会主義制度を打ち固め、両国人民に幸福と未来を与えるための共同の意思を確認した。先代の指導者たちの崇高な意を対して、社会主義意義を目指す聖なる共同の闘争で結ばれ、歴史のあらゆる突風の中でも本領を守ってきた朝中友好関係を新たな高さで強化し発展させるのは、朝鮮労働党と朝鮮の政府の揺るぎない立場である。朝鮮労働党と朝鮮人民は、習近平総書記を核心とする中国共産党の指導のもとに、中国人民が新時代の社会主義現代化強国建設運用で目覚ましい成果を収め、中国の国際的権威が日を追って高まっていることを我がことのように嬉しく思っている。習近平総書記の指導のもとに、中国人民が第19回党大会が示した課題を立派に実行して、中華の偉大な繁栄を遂げることを心から祈ると述べました。敬愛する最高指導者金正恩委員長の中国訪問を歓迎して盛大に催された宴会で、習近平主席が演説を行いました。習近平主席は演説で、金正恩委員長の今回の訪問は特別な時期になされた重大な意義を持つ訪問として、金正恩委員長と朝鮮労働党中央委員会が中朝両党両国の関係を高度に重視しているということを十分に示しており、双方間の意思疎通を深化させて協調を強化し協力を推し進める上で重要な意義がある。今回の訪問は新しい歴史的時期に
両党両国の関係を新たな段階に引き上げ、地域の平和と安定発展を推し進める上に重要な寄与をするだろう。伝統的な中朝友好は両党両国の老世代の指導者たちが自ら築き手間をかけて発展させたものである。金日成主席は生前40回以上にわたって中国を訪問し、毛沢東主席と周恩来総理をはじめ中国の老世代の指導者たちと熱い友好の情を結んだ。伝統的な中朝友好は皮脂汚で結ばれた友好、世界に唯一無二のものであり、しかし我を下ろし花を生きる木と永遠に乾かない泉のように我が両党と両国人民に幸福を与えている。金正日総書記は2010年5月中国を訪問した時、長中友好は老世代の革命家たちが築いて我々に譲り渡した遺産であり、長中友好を代を継いで大事にするのは我々の歴史的かつ選択的な選択肢であり、我々の各国別の立場であると言明したと述べました。習近平主席は演説で金正恩委員長と友好的な雰囲気の中会談を行ったことについて明らかにし、次のように強調しました。我々は伝統的な中朝友好を引き継ぎ輝かせていくのは双方の共通の利益に合致し、双方の共同の戦略的な選択肢であるということについて合意しました。国際及び地域の情勢がどのように変わっても、我々双方は世界の発展の大きな流れと中朝関係発展の全般的な局面をしっかり捉え、広域往来を強化して戦略的意思の総数を進化させ、交流と協力を拡大していくことによって両国と両国人民に幸福を与えるものと確信します。目下中国共産党と中国政府人民は中国共産党第19回大会が示した戦略的手配に従って、2つの100年の目標と中華民族の偉大な繁栄という中国の夢を実現するために努力し戦っています。勤勉で英知に富む朝鮮人民は金正恩委員長を主案とする朝鮮労働党の指導のもと、社会主義経済強国を建設するために発奮し努力しています。朝鮮の同志たちが政治的安定を守り経済発展を促すために積極的に努力していることを固く支持し、朝鮮の社会主義建設事業で新たなさらなる成果を絶えず収めることを願い、それを確信するものです。敬愛する最高指導者金正恩同志が中国共産党中央委員会総書記で中華人民共和国主席である習近平同志に感謝の伝文を送りました。感謝の伝文は次の通りです。北京、中国共産党中央委員会総書記中華人民共和国主席習近平同志、私が親しい邻邦である中華人民共和国に対する初の訪問を成功裏に終えて帰国しながら、我々を誠心誠意迎え入れて分厚く歓待してくれたあなたと、そして中央と北京市の幹部と市民に心からの謝意を表します。朝中両国人民の社会主義運用が新たな発展の段階に入った重要な時期に行われた我々の初対面は、伝統的な長中友好を新時代にふさわしく継承し発展させる画期的な立定表を立てた立派な契機となりました。私はこの度の対面と会談の過程にあなたと相互の関心事において見解の一致を見たことについて満足に思い、革命の先輩から譲り渡された尊い遺産で共同の富である長中友好が今後とも両国人民の利益に即して絶えず強化発展するものと確信します。強大な中国人民があなたを核心とする中国共産党中央委員会の指導のもとに、新時代の中国の特色を出した社会主義建設において大きな成果を収めることと、合わせてあなたの健康を祈ります。朝鮮労働党委員長、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長金正恩、主治107年2018年3月28日。以上でニュースを終わります。
担当はオ・ヨンスク・チョジョンイルでした。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮革命のルーツは一心団結。朝鮮革命は団結した力によって切り開かれ勝利してきた誇らしい革命です。朝鮮革命の歴史は団結した力で勝利し発展してきた誇らしい歴史です。ということで朝鮮革命のルーツはこの一心団結に探るべきです。それは何よりもこの一心団結が指導者を決死の覚悟で守る強い砦になるからです。革命隊列の団結の中心は革命の指導者です。指導者は科学的な指導思想と戦略戦術を打ち出し、党と軍隊と人民を結集させて勝利へと導く思想と指導の中心です。革命隊列は指導者の思想と意志で固く結集するとき、最も強固な統一団結を遂げることができます。今、朝鮮の一心団結の中心は敬愛する最高指導者金正恩元帥です。またこの一心団結が共和国の威力を倍化させる思想精神の源だからです。偉大なキム・イルソン主席は革命闘争を始めるとき、まず軍隊から創建し、軍隊が常に人民の支援の中武装闘争を行うよう導いて、軍隊と人民の大団結の偉大な伝統を築きました。それで抗日武装闘争のとき、革命軍の間に軍隊は人民を心から愛し、人民は軍隊を誠心誠意援助する気風が確立されました。軍隊と人民のこのような大団結の偉大な伝統があって、朝鮮の軍隊と人民は抗日革命戦争と苛烈極める祖国海洋戦争で偉大な勝利を収め、敵対勢力の稼働するばかりの制裁と押しつぶし策動の中でも社会主義を固く守ることができました。不可能も可能に、逆境も順調に変え、常に勝利だけを収めるこの一心団結があって、社会主義朝鮮の偉大な生命力があるのです。朝鮮革命のルーツは一心団結、交代してお話ししました。億万の金にも変えられないもの、偉大なキム・イルソン主席は生前、国の環境保全に格別な関心を向けました。治世72年、1983年7月、キム・イルソン主席は訪朝したドイツの女流作家、ルイザー・リューザーさんに会いました。リューザーさんは主席に、朝鮮に来ますと空気がきれいなので頭が冴えてきます、西側では空気汚染に全く関心がないので人々は汚れた空気の中で暮らしていますと言いました。その話を聞いた主席は、朝鮮では環境保全がうまく進んでいる、我々は名元につけまず人民大使の利益を思っていると言いました。そして久しい前に会ったことについて話しました。治世56年、1967年、ある地質調査隊が日本産の地中から高品位の金額を見つけました。現地に出られた専門家たちは大規模な鉱山の開発を計画して主席に報告しました。その時主席は、日本産の美しい景観を数トンの金と取り替えるわけにはいかない、住民は日本産の景色を楽しみ安らぎのひとときを過ごす方がマシだろう、日本産に鉱山を開発するなら葉っぱの音に珍しく美しい鳥が驚いて飛び去り、線香場から排水が川に流れ込んで魚が死んでしまうと言いました。当時のことを話した主席は、数トンの金のために日本産の美しい景観を台無しにするわけにはいかない、今住民は日本産に行って雇用と観光の日々を送り楽しく休んでいる、億万の金にも変えられないのが人民大衆の利益だと言いました。
愛が満ち溢れる詩的の言葉にリンダーさんは強く胸を打たれました。億年の金にも変えられないもの、古代史と話しました。